はいどうもこんにちは、神風呂です。今回はイベントが来たということでね、はい、10月イベントですということでね、もうだいぶ進めちゃったんですけれどもね、はい、明日にはこの船をね出したいですねと思いつつね、はい、このホバークラフトかな、はい、これなんか無人船かと思ったら違うっぽいんでね、はい、まあ、ちょっと試乗していこうかな。うん、まあ、結局試乗してもあんまり今かわかんないんですけどね、強化した後じゃないとあんまりよくわかんないんですけれどもね、はい、なんか兵装がシンプルな感じしますよね。なんかで煙幕ありますよね。煙幕あるっていうのはやっぱり特徴的なんですかね。で、なんか艦砲もこんな感じになんか連打する感じでありましたね。はい。なんか特殊っぽいですよね。で、速度もね、33ノット、未強化で33ノットなんで頭おかしいぐらい出ますね。はい。まあ、どういう感じなのかね、楽しみですねと思いつつ。はい。はい、とかで、まあ、明日には出せればいいですねって感じでございますね。はい。お楽しみに。で、これは明後日かなと思いつつね、はい。この最終報酬ですね、グレアンですかね、はい。これ明後日出せればいいなと思いつつね、はい。で、こんな感じ、今回もイベントパワーポイントで集めれますし、まあ、いつも通りのなんかね、10試合だけ入れてなんか5倍になる感じですね、はい。で、ミッションもあって、まあ、リーダーボードもある感じでございますね。まあ、特にあんま変わらんよな、うん。変わんないね、特にそんな。うん。特に変わらんね、やっぱり。いつもない感じですね。はい。で、こっちの方がね、何なんだろう、これ。どういうやつなんだろうな。流れっぽいですね。はい。まだね、兵装と確認したいんですが、なんか魚雷がなんかたくさんありそうな感じや。何だろう。見れるかな、今。モダンウォッシュプステですか。あ、見れる、見れる。で、こいつの兵装はどんな感じや、ほい。なるほどね。あ、ミサイル2本。で、片方、これが固定みたいですね。で、プロメテウスの方が固定で、艦砲1で、まあ、魚雷2で、2で、なるほどね。なるほど。まあ、火力高そうですね。HP はどんぐらいで、アホは。あ、44万か。まあ、そこまでめちゃくちゃ高くないですね。フリーゲートなんですね。なるほどね。と思いつつ。で、これ、いつもの韓国のやつですかね。この韓国のやつ、確かガトリングって、ガトリングじゃないんだけど、連射できるタイプのやつですよね。はい。すごいな。で、あとミサイルある感じですね。このミサイルどんな感じなの？調べてみますか。はい。今調べるのなんかね、意味不明な感じですけれどもね。はい。で、このミサイルは、DPM だろうね。で、対水上ですね。はい。まあ、最装填時間が7秒だろうね。で、ダメージが1万3000で、まあ、2発発射だろうね。速度が、まあ。何が強いのかな。まあ、そういう感じのミサイルですか。はい。まあ、どうなんだろう。これ強いのかな。で、DF がありますね。そして、これはなんか対戦できるね、なんかグレーアンのミサイルのやつですね。はい。まあ、そんな感じでございましょうかね。はい。まあ、いつもでございますね。はい。という、今回はね。まあ、護衛戦なんでね、今回護衛戦ですね。はい。イベントの詳細ですね。護衛戦でございます。ということでね。はい。なので今回はこのね、三段砲をね、アーカンスを使っていきます。やっていきましょう。はい、と、1試合目は迎撃側でやっていきましょう。ということでね、はい、やっていきましょう。さて、今回は迎撃側なんでね、もう三段砲でボッコボコにしてみたいですね。はい。いやー、けどちょっと重いかもしれないな。どうなんだろう。ちょっと困るというか、ね、心配ですけれども、ね、やっていきましょうということでね、はーい。ホバークラフトもね、楽しみなんですけど、普通にこの三段砲強いです。正直強化入ったからね、本当に強くなった、マジで。正直三段砲アカンスはもう一番強いんじゃないかなと思うレベルで強いですね、はい。まあ正直単管に対するダメージとかあんま変わってないんですけどね、もちろん三段砲なんでね。ダメージは強化されたわけじゃなくて、精度強化されたわけですからね。まあ、すごい単価にめちゃくちゃ攻撃通るようになったわけじゃないんですけれども、やっぱり遠距離からの攻撃がめちゃくちゃ通るようになったんでね、遠距離でもからでもね、まあ単価に攻撃できますし、普通に体感が強くなりすぎたんでね、本当に。打ちます。あ、ちょ、待って、ミスった。いやー、だるいな。とりあえずね、このね、はい。なんだこれ、ナヒモフ君が、ナヒモフ君にね、まあ、顔を合わせないようにね、ここで待っときましょうか。はい。だって、ナヒモフ君こっち来ないんでしょ？ならもう私ここで待っとけばいいだけの話じゃないですか。
ちょっとうざいな、でも。ちょっとうざいな、でも。それにしても。こんにちは。ほいほいほい。ほいほい。ほいほい。ほい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 。ほいほい。弱体って、まあこんなもんかな。で、なんか、まあ来てますね。いるね。いやー、だるいなー。ちゃんと気が来てるな。シャフって、打ちます。まあ、横まで近く近寄ってくれればね、なかなかいいダメージ出せるんじゃないでしょうかね。あと一発、あと一発、あと一発。あと一発、オッケー、ナイス。で、あそこにタンカーいますね。はい、撃っていきましょう。タンカーはね、こう狙った方がいいですね。はい、後ろの方ですね。後ろの方狙った方がダメージ出しやすいですね。ただでさえね、すごいなんか、精度悪いんで、近くで待って。なのでね、なるべくね、範囲が広いところを狙ってきてですね。はい、非常に。で、ちょっと敵が攻撃してくるんで、ちょっと後ろの方下がりながら行きましょうか。いいですね。非常にいいダメージ出せてる気がしますね。はい。で、なんかまたいるな。こっちも煙幕食べたければ結構いいんですけどね。炊けないんでね。はい。で、チャフ炊いて、セル打って、三段砲打って、あ、打てないわ。まあ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 、200万ダメージって感じですかね。はい。思った以上にあんま削れてませんね。はい。まあ、タンカーの3の方がね、まあ、かなり削れてるんですけどね。はい。しかし、それ以外は、まあ、あんまりだな。こっちが狙えないのかな。こっち曲がった方がいいかな。でも、回り込んだ方がいいか。回り込むってか。先になんか出待ちしておいた方がいい気がしますね。はい。で、戦えるかな。なんとか三段砲でボコりたいとこあるんですけどね。撃てるかな？撃てなさそうだな。かといって、ここまで近寄っちゃうと多分、相手攻撃してくるよね。ちょっと、あいつだけはちょっと、なんとか撃沈守り持っていくか、アンチャール君だけ。このアンチャールは撃沈持っていこう。はい。で、ああ、で、こっちのオイルタンカーにやればよかったかな。そりゃそうかもしれないな。まあ、こっちの味方、あ、で、こう、ちゃんと防衛してるな。で、敵うまいかもしれない。防衛の仕方。よく見たら。ちゃんとうまいかもしれない。で、このね、なんかね、タンカー3の方はね、3の方はね、かなりね、前の方に来てくれるのでね、こいつは結構カモンやんなったりするんですけど、こいつ活かしてるね。ちゃんとすごいね。で、チャプって。なんとかちょっとダメージ出して追い返しましょう。はい。あーで、ミサイル向こうから持ってきてんな。やばいな。なんと回復で、なんとか少しでも生存時間伸ばしたいんですけどね。で、チャフって、はい。はい、チャフります。で、アンチャール君はどうでもいいから、三段砲落ちたい。で、オッケー、チャフって。打って。だいぶ削れてんじゃない？いいね。だいぶいいんじゃないですかね。はい。三段砲はやっぱり強いですね。はい。非常に強いです。もう、オッケー。これ撃ったらなんか当たるかな？当たってくれそうな気がする。これ撃ちます。ほい。当たってないな。当たってくれそうな気がしてるだけで当たってないね、今。で、これはもう一発当たるんじゃない？当たるんじゃない？撃破できるんじゃない？てか、味方が邪魔だわ。けどちゃんと撃破できましたね。はーい。重いな。いよいよここまで来ると重いな。さて、撃ちます。はい、撃ちます。おーい。おーい。はい、撃ちます。はい、迎撃できるね。おい、いいね。位置も迎撃できるか。あ、これも勝ったんじゃない？はーい。勝ちましたということでね。はい。で、2は後ろの方か。2は後ろの方にやるからちょっとダメだな。行かなきゃな。で、行くにはちょっとこいつらをね、消し飛ばさなきゃ。あー、落ちた。
はい、特に2試合目やっていきましょうとかね、1試合目はちょっと落ちちゃったんですけれどもね、はい。まあね、撮影の方はね、ちょっとアンドロイドの方を使ったらまあ落ちないんですけれども、まあめんどくさいんでね、はい。やっぱり iPhone を使ってこうなっちゃいますね、と思います。はい、2試合目やっていきましょうということでね、はい。どうしましょうかね。まあ、そのまま真正面行っていいんかな。一回真正面行ってみますか。はい。多分やられちゃいそうな気がしますけどね。やられちゃいそうな気はしますけれども、あ、でもいけるか、これ。なんかやっぱ来てるな。一旦これ待ちたいんだよな、この辺で。で、こっちのも先に来るなら私を撃つ。来るな、撃て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 、うじどんで、またこっちがこっちに来たな。いや、撃ってきてるね、リレン軍か。撃っちゃくるね、こっちに。ほい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 、撃破できないか、マジか。マジか、撃破できないか。まずいな。さてさて、どうしましょうかね。チャフ。さて、どうしようかなと思いつつもね、はーい。なかなか回り込んだ方がいいのかな、これ。なんか、この辺結構みんないるからね、敵艦が。うん。まあ、味方のために攻撃しつつな、しつつ行った方がいいのかなと思いますね、はい。なんとかね、味方も大変でしょうからね、いると。で、そろそろこっちが攻撃しようかなと思ったら、いるじゃんか、もう。チュリレン飛ばそう。オッケー、リレン倒したな、オッケー、オッケー、オッケー。まだ他にいるか、いないな。よかったよかった。なんとか倒せそうだ。まあ一隻くらい撃破したいけど、ちょっとダメだな。ちょっとこっちからやった方がいい気がするな。なんかいるな、やっぱり。オッケー、チャフじゃねえか、回復してって。とにかく三段砲ぶつけていく感じでいきましょう。なんか結構単価の体力上がってんのかな。そんなゴリを削れてる感じしないな。ダメージ自体ゴリゴリ出てるんですけどね、ゴリゴリ出てるんですけど、そんなゴリゴリ削れてる気がしないな。でも、じゃあミサイル来てるか、ちょっとレーダー見ましょうか。ミサイル自体は来ないよ、艦砲は来てるね。あ、ミサイル来てるわ。いやー、はい、でも200、300万ですかね、はい、300万ダメージですかね。いやー、なかなか厳しいというか、なんか、うん、味方がここから 出てない感じしますね。はい、もうちょっと出てほしいんだよな、ここから。出ないとちょっと厳しいというか、いだいだいだい。おい味方、味方、ふざけんじゃねえ。まあよくあることです。こいつ何なの？何の艦艇だこれ。まあいいや。さて、おい。で、リレン君、こんにちは。よし、シャフ焚いて、撃ちます。ちょっとね、味方のために、これ、こいつ倒してないと、多分、なんか、みんな死んでいく気がする。おい、あー、でも倒せなかったか、マジか。でも、味方、キラシストですね。はい。よかったです。さて、さて、どうしましょう。回り込んでもいい気がするけど、回り込んでもなって感じだな、そういう人も。なんかあそこ一隻いますからね。なんだ、あいつは。バリアクくんか。まあ、バリアクくんは全然勝てると思うんですけどね。で、オッケー、撃破。オッケー、ナイス。ナイスですね。まあ、味方が戦ってるうちに私はちょっとこっちを回り込んでいきたいんだよね。
いいね、いいね。回り込めてるんじゃない？だいぶ。だいぶ回り込めてる気がする。いいね。コーヒーなんかね、やっぱり回り込むっていうか、なんていうんだ。敵がいないとこに、入り込むのは大事なんですけどね。来ましたね。ふざけんじゃねえ。なんかやっぱり危機管理能力高い人いるんだよな、こういう。で、一旦下げありますか？ちょっと下がっていきましょう。はい。下がりましょう。はい。で、こっち行きましょうか。ああ、オッケー。じゃあ、味方、そこはちょっと邪魔かな。そこはちょっと邪魔だから、ちょっとこっち攻撃するわ。はい。ナイス、味方。ちゃんと引いてくれてるね。ほい。ほい。で、味方がちょっと邪魔になってきた。ほい。ほい。いいですね。どんどん攻撃していきますよ。けど、こんだけ釣ってもなんかで全然削れないんだよな。おい。リエンふざけんじゃねえ。こっちも攻撃してみるか。まあ、そんな分散して攻撃する意味ないんですけどね。けどね、タンカー3君はね、ちょっと先行ってるので、ちょっとこっち、あ、でもタンカー3君の方はね、カモなのか。じゃあタンカー2の方攻撃すればよかったな。ミスったな。実はこっちカモだったか。いやー、じゃあタンカーに合意したら良かったかな。ミスったな、ちょっと。あ、そう、アカンソクいますね。はい。どんどんどん。どうしよう。2の方は、タンカー2の方がギリギリな攻撃できそうな感じは、雰囲気はしなくもないけど、ここからね、はい。かといって、もう2発ぐらいしか追いできませんよねって話ですよね。勝てるかな？これ勝てない気がするな。結構すごいダメージ出した気がしたんですけどね。なかなか厳しいですね。やっぱりなかなか一人でね、もう全部倒しきるのは結構厳しいかもしれませんね。結構やっぱタンカーの HP 高くなってるのかな、やっぱり。昔はこうはならなかった気がするけどな。で、ちょっと味方じゃない、敵の方も結構かなり守り硬いですからね。ちょっと、リレン君をなんとか追い出さなきゃいけない気がしますけど。けどなぁ、リレン君以外にもなんかいるからなぁ。ダメだなぁ。リレン君だけだって勝てたと思うんだけどね。いやぁ、ちょっとちゃんと敵の守りがいいからね。なかなかどうしようもないなぁ。まあ、ダメージは凄まじかったんだけどね。なかなかね。機会が巡り回りませんでしたね。はい。さてさて、あと40秒ですね。って言っても多分もうタンカーに追いつかないかな、この速度ならね。まあ、ちょっと厳しい感じしますね。はい。まあ、無理かな、この速度は。ちょっと、アンカーソー君もまあね、そんなめちゃくちゃ遅いわけないんですけど。そういうのはやっぱここまで離されちゃうとね、距離がね、ちょっときついですね。はい、非常に。まあ、あと、三段砲自体もね、やっぱこの距離だとちょっとなかなかダメージ与えれない気がするんだよな、さすがに。てか、与えられるな、でも。そうにしても与えられるな。避難面積がでかいからかな。かえって当たりやすい気がする。すごい。はい、ということで、700万ダメージですかね。はーい。まあ、かなりダメージ出したんですけれどもね、なかなかね、敵がね、ちょっと守り固かったですね。ということでね。はい、ということで、まあ、今回こんな感じですかね。はい。防衛側も結構ね、うまく使えるんですけど、まあ、やっぱ迎撃側がやっぱり強いんでね。はい、まあ、こんな感じでございましょうかね。で、敵のアカンソー君も結構ダメージ出してますね。すごいですね。はい、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。